キンプリヘイヤ耀高校時代の悲しいエピソードと笑いの奇跡。キングプリンスへのキャッチフレーズにふさわしい、平野紫耀の笑いと感動に満ちたつ日たちが、彼の冠番組、キングプリンスルの最新回で描かれました。平野紫耀の冠コーナー。 クイズぶらり平野くんが4月1日に放送され、その中で静岡県を舞台にした冒険が繰り広げられました。彼の天然な魅力が存分に発揮され、その中に隠された高校時代の悲しいエピソードも明かされました。水族館巡りを通じて、平野潮はまるで子供のような興奮と驚きを見せました。 特に、深海魚が100種以上揃うという沼津港深海水族館での体験は、平野の純粋な一面を浮き彫りにしました。水槽に駆け寄る彼の姿勢は、まさにファンの期待に応えるものでしょう。しかし、その中でのサメとの遭遇による彼の反応は、笑いを誘う一幕となりました。子供のような、うわ、サメだ。との叫び声が視聴者の笑顔を誘ったことでしょう。 さらに、高田シガニやダイオウグソクムシとの遭遇が、彼の高校時代の思い出を蘇らせました。彼のコメントによれば、これらの生き物を初めて見たとき、周囲の反応は、みんな気持ち悪い、で、ちょっと距離を空けられた、というものでした。この少し悲しいエピソードは、平野の人間にあふれる一面を浮かび上がらせました。 一般的な青少年の心情として、周囲の反応に影響される経験があり、その中には切なさも含まれることを彼の言葉から感じることができます。また、水族館での一連の出来事は、平野仕様のキャラクターをより深く理解する手がかりともなりました。サメの鼻先にちょんと触れる一幕や、イガグリガニを尖った見た目になぞらえるコメントは、 彼のユニークな発想と柔軟な思考を物語っています。これらの例えは、ただの面白ネタではなく、彼の独自の視点とセンスに裏打ちされたものと言えるでしょう。このエピソードは、ファンだけでなく一般の視聴者にも大きな魅力を持っています。平野の仕様の率直な笑顔と驚き、さらには悲しい経験を克服した姿勢は、共感を呼び起こし、 人々の心を温かく包み込む力を持っています。さらに、彼のコメントによって登場する他のメンバーとのエピソードも、グループの絆と成長を感じさせてくれるものとなりました。放送後、ネット上ではこのエピソードに対する反応が多く寄せられました。 ファンからは、サメがティアラなのは笑った、カニでキシ君を思い出すのはさすが、どんだけ尖ってたんだ笑い、たとえがいちいち面白い、といった声が上がっています。ヒラ仕様の魅力を引き立てるエピソードは、視聴者の笑顔と共感を生み出し、彼のファン層を広げる一助となることでしょう。まとめ、ヒラの仕様の冠番組、キングプリンスル。 映画かれた静岡県の冒険は笑いと感動に満ちたものでした。彼の子供のような天然な一面や高校時代の悲しい経験を含むエピソードが視聴者の心をつかみました。その笑顔と率直さはファンのみならず一般の視聴者にも共感を呼び起こし、彼の魅力を一層際立たせるものとなりました。